R11 テーラメイドだね。あ、11、おー、そう、あ、R です。 R11、これあれなんですよ、僕ドライバー R11 なんで。あ、そっか、そうそうそう、あ、そうだね、そうそうそう、確かに。あ、これいいわ、これ測ってほしい。え、どうぞ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 、嫌でした。軽く言ってますから、うん、大きいですからね、普通に振れ。見えないよ。おー、いいね。あ、これ振りやすい、これ振りやすい、振りやすそうだね、振りやすい。結構今売れてるんですよ、クロス、距離がね。でもね、なんか難点としては振りやすいかもしれないんだけど、飛距離が全然出ない。確かに、だよね。まあ一応候補として入れときます。はい、次。飛距離がね、全然出てない。じゃあ次、 M2 テーラーメイドです。 M2、 そう、これ結構多分シャフトがドライバー、私なんかちょろっと打ったけどしっかりしてるから、基本的にはね全部 R シャフトです。で、カーボン、カーボン、カーボンってさ、トルクがさ、トルクってねじれが結構あるね、はい、だから捕まりやすいの、比較的。言いますね、っていうでしょ。プロも使ってる人いますもんね、カーボン。だいたいカーボンだよ、みんな。え、そうなの。そうだよ。え、だ、男子じゃないよ、女子で。あ、女子、うん、男子でカーボンあんまりない、逆に。お、なるほど、135だよ。なるほどね、さっきと大違いだ。しかもプッシュフック、プッシュフックってことは、まあ、ドローじゃないです。今のひどい、ひどい。これシャンク出てないな。うん、まあまあ悪くないって感じ。いや、これ飛びますね、飛ぶ、飛ぶ、飛ぶ、飛んでない。あ、今のはそうですけど、うん、当たったらめっちゃ飛ぶ。当たったら飛ぶはダメ。おー、今のいいね、ナイス。あれ119、あれ。まあね、その M2 自体が多分そんなに飛ぶクラブじゃないんだよね、あんまりグリーン向きではないかな。ね、次セリクソンの Z545545 で、ね、みずき、あ、嘘、宮崎だ。すみません、すみません、宮崎です。誰だよ。シャレてるシャフトだな、これ。シャレてるんですよ。固め、固め、うん、結構しっかりしてると思う。しました。わー、なるほど、これいいかも、飛んでていいけど、なんかね、いいかもって言ってる時のね、結果がね、伴ってない。いいかがわからない。でもグリーンのいいがよくわからない、感覚派なんでした。感覚がおかしい。その感覚がおかしい。長さが振りづらそうだな、オッケー。次、セレクション Z525 です。これ SR だからね。これ多分ね、今のクラブと近いっていうか、まあ顔がね、顔がちょっと熱い、うん、ちょっとグリーンにきっと薄めがタイプかなと思って、女のタイプと一緒だよね、顔が薄いのが多いね。ひどいね。ってことは合わないってことだよね。今のなし、今のなし、今のなし。本当は顔こういうのが好きだから。そうだね、本当は顔こういうのがあってるのに、ちょっと薄いのが好きっていう風に笑わせないで。微妙。先生8まで大体130。
また、あの、セットの話になってる。やばい、マジちょっと疲れてきた。疲れてるでしょ、結構。結構疲れる。そうなんです、だからバカさん打たないでっていうか。あ、そういうこと。そういうこと。モノがあるといいですね。スタートは。140。飛ぶね、これ。買います？買わない。買わないけど、飛ぶ。どれすごい。これいいね。いや、ダメだね。はい。次、オンオフ、フォージドの、あ、何年モデルだろう。ちょっとこれ、ごめん、わかんない。717Iです。SR、これだけ。SR。はい。ちょっとあのしっかりめのシャフトを、あのイエローのご褒美ランドで使っ、あ、来てくれたチダッティがオノフ使ってますね。私もオノフだよ。あ、そうなんですか。そうだよ、私もオノフ使ってるよ。あ、そうなんですか。そう、うん、あれひどいもう今の一発目で分かる、合わない。いや、オノフある。何その自己暗示違う自己暗示かけてくれよ。あ、はい、次。おー、最後いいね。これだ。これだじゃない。全然飛んでないから。これだとかってカッコつけて116。130飛ばしてほしい。終わった。次、これ。次はね、全部、嘘、カーボンの S を選んできました。とりあえずね、全部。で、これ1本だけなんか、あの、グリーンが、エイペックっていうの？エイペックス？エイペックス、エイペックスみたいだねのやつが捕まりがいいとかなんとかってするんで、まあ、とりあえず選んできた。はい。でも一番新しいやつがね好きみたいなんだけど、まあ、基本的にグリーンの好きはね信じてない。これで当たりよかったらいいっすね。そうだね。ちょっと見てみて。もうね全部3球ずつで。3球ずつ。縛ります。作れちゃうからね。そのね、やっぱりその納得いかないからってその1本のクラブに時間何発も何発も費やしちゃうと自分が疲れるだけだから、基本的には3発とか2発縛りとかっていう風にしてあげちゃった方がいいよね。楽に進む。だって当たんないもんは何発だって当たんないし、その奇跡の一発信じるよりかはね、普通になんかちょっと違うなって思ったナイスショットを見た方がいいから。あ、悪くないじゃん。飛ばね。114。まずさ、あと20ヤードどこ行ったの。はい、はい、LG。はい、次。ちょっとまた顔が分厚いのかな。顔が分厚い。そう、あご。ね、次はね、ちょっと顔が分厚めのツアーステージ VIQ。結構前に出てるね、これね。はい、知ってる？知らないね、多分。あの、もう全然、グリーンって 何年前にゴルフ始めたの？劇的には6年ぐらいです。ほぼやってない。それより全然前だよ、出たの。うん。6年なんだ。6年。でも、本当にゴルフやるのここ2年ぐらいですよ。あ、そうなんだ。あ、動画やってっから。そうです。微妙。はい、ダメ。次、14、群馬。これね、群馬で作ってる。あ、作ってるのはどこかわかんないけど、まあ、とりあえず14の本社は群馬です。で、フォージドの TC530。 ちょっと数字弱いからね、わかんない読めない。で、S ですね。はい、すいません。ありがとうございます。あー、なんかもう触れなくなってきた。そんな軽くでいいよ。軽く、うん、軽くってゆっくりはじゃないかな。ありがとうございます。インパクトはしっかりして。OK、 はい、次、グローレのテラメドだね。8番 RGL3300 って書いてある。藤倉やっぱどこ当たったの？そんなことないの？足だよね、多分ね。43フック。
43ヤードの中でフックしたことがすごい。オッケー、次。ブリヂストンの、なんだこれ。ジ、あ、ポージド、ジ、わかんない。はい。わ、ツアーに。はい。あ、このシャフトかっこいい。かっこいいよね。見た目にこだわる。まあ、あれだよね、見た目一回、一回ちょっとボール集めますわ。分かった、休憩して。まあさ、見た目にこだわってなかったらさ、あんなマッスルバックなんてクラブ買わないからね、普通。マッスルバックってね、あのここがね、なくて、ないっていうのはなんかね、シュッてなってるの、シュッて、ここが埋まってるの。で、ここがキャビあの空いてる、まあ、こういうクラブっていうのがキャビピーバックって言って、まあなんか比較的、まあ優しめ、そうね、のクラブのことを言います。ヘッドだね、ヘッドの形状のこと。で、フォージドっていう風に言ってるのは、なんだっけな、なんてじゃなくて、単造、なんか作り方みたいな。まだ私もよくわかんない、クラブ詳しくないから。なんだろう、打った感覚が一番いいよね、作り方を学ぶより。お、ちょっと休憩した。そうだね、ちょっと怪しいけど、程度107、今のおっていう感じで107だから8番やで、私は130飛ばしてほしいわけですよ。TC14、 TC544、 ちょっと違うバージョンで、オリジナルショットだね、これね。はい、いやー、やっぱでこれがさ、全部合わないとさ、カーボンの R がいいってことになっちゃうけど。いやー、それっす。基本的に合わなそうだね。なんか、なんで？わかんない、重い、軽い、重くはないです。あ、本当だ、滑る。オッケー、次。いやいや、さ、それでね、飛ばないっていうのがよくわかんないんだよね。オッケー、次。ブリヂストンのツアーステージ、もう今ね、出てないね、ツアー AD のオレンジのやつ、 AD95 ですね。はい、これちょっと薄め、薄め、はい、やめます。薄顔、やっぱ薄い顔がつけよう。あれだよ、女選びと一緒だよ、女選びとか選んでほしくないけど。そういう目で選べる権利ないんで。あと、マークスピードとかがめっちゃ変わっちゃうじゃないですか。微妙に捕まってない、やっぱ捕まらないんだな。やりますか。はい、次。ね、セーラーメイド。ね、バーナー。火。ツアー AD。これなんだ。AD75 です。なんかツアー AD 合わなそうだね。でもありますよね。これ短いよ。そう、家で使ってたの。今はもう53ヤードフック。53ヤードの中でフックをしたっていう奇跡。はい、次、ミズノ AP59 早いです。ツアー AD85、 なんか全部違うツアー AD 言ったね。いや、ダメだね、ちょっとね、思った。次は、スチールの S シャフトに縛ってます。次は、スリクソン Z585 です。はい、かっこいいな、これ。かっこいいでしょ。かっこいい。多分薄いシャフトじゃなくて薄いヘッドが好きだろうなと思って、ちょっと分厚いのも選んできたけどね。
嵐っぽいな。なんか振りづらそう。 OK 次スリクソン Z545 出す。それ良さそう、振り方的に。これ確かに振り心地が良さそう。そしてヘッド重たいからヘッドが走る。ああそうなんだ。そんな悪くなさそう。それも一回っていいですか。はいよ。若干気に入った様子。次ヤマハの RMX ヤマハだね。シャフトがね NS プロモーダス3。あ、それも悪くないかも。若干コンパクトだったけど振りが、悪くなさそう。ちょっと重たそう。重たくはないんですけど、触れてないよ。だって当たってるところがだいぶ触れてない。触れてない。だって振り方が遅いもん。遅い。はい次。でもね、シダってね、すごい疲れるのよ。本当はね、これを1回で決めないで、もう 2、3 ヶ月とかでかけて。あ、やばい、これダメだ。はい、次テラメイド R7。 あれこれはね、あれこれ打ったっけ。 R7 って R11 打ちましたね。 S 打ってないよね。 S 打ってないです。あ、じゃあ S、 これカーボンだけど、ちょっととりあえず選んできた R7。 うん、ヘッドでかい。ヘッドでかいよね。熱い。大丈夫、もうちょっと熱いのが待ってるから。次に。微妙。飛ぶけどね。結果はいいけど振りづらそう。そう、まあ振りづらいはね、後から導入できるから。結果は第一。なんかなんとなく、なんでか知らないけど当たるとか、あとなんかかすった時に飛んでくれるクラブがいいんだよね。そのミスとナイスショットの差が激しいクラブだとダメ。そのそうしたらさ、自分でカバーしなきゃいけなくなっちゃうじゃん。だから結果はいいじゃん、まあまあ。まあ、一番飛んでるかも、一番飛んでるって116ぐらいですけど、簡単に飛んでるかも。そうだよね。じゃあ次ゼクショー S スティール NS プロ。ゼクシオの何だろう、何代目だ。ゼクシオってね、あ、ゼクシオっていうそのメーカー、まあ、クラブの種類があって、それがね、なんか何代目っていう風に言うの。何代目、5代目とか10代目とか。面白い。かっこいいよね、日本風で。3代目 J-Soul Brothers みたいな感じね。ちょっと違う。暑いです。さっきより多分分厚いです。でもね、グリーン的にはね、多分分厚めのヘッドの方が合うんじゃないかなっていうのは私の中では思いますね。その本人の意向とは全然違うけど、だって125とか飛んでるじゃん。そのグリーンはね、自分の腕に伴わないクラブが好きなんだよね。多分。ちょっとあれだよ。ちょっと高みの女の方が好きってちょっと自分の手の届きそうにない女の人にちょっと惹かれていくみたいな。わかるそれ。うわ、この際グリーンの好みはとりあえず消して。振りやすそうだよ、だいぶ。 OK、 じゃあ次、これはこっちを、キャロウェイシリーズいきます。まあグリーンが大好きってことで、まあとりあえずその気持ちを汲んで言いたいと思います。あ、それともそう。ステールヘハ？ステールハ？何これ、わかんない。私もわかんない。あ、これダイナミックゴールドじゃない？ダイナミックゴールドやね。あ、だよね。そうだよね。あ、ごめん、まあいいや。一回振ってみますか。それ、選んできちゃった。振ってみて。わあ、これは重たいわ。重たい。重たいよね。まあ、さっきのジェクションとは大違いだから、多分あんまりいい結果は望めない気がする。体
体が流れちゃってますからね、うん、あでも120、まあ、マックス120でも困っちゃうんだけどね。あ、まあ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 じゃねえやべえな、8番で103はないでしょ。ピッチングで170かな。8番はよく飛ぶ。8番まで男性で言うと、まあ、大体130ヤードは飛んでほしいくらいになってきます。なのにグリーンは112とかそれぐらいしか飛ばないから困ってるの。じゃあ次、キャロウェイ APEX のフォージド、まあ、さっきとは若干違うやつね。 NS プロのモダス3、はい、ひどいんだよね。微妙。微妙だそう。うん、ダメ。次、キャロウェイグローレのモーダス3。なんでさ、全部モーダスが入ってんだろう。そんな人気なのそれ。モーダスだけど、人気じゃないですか。そうなん。私、あんまりあれ、モーダスじゃなかったし。違う。ああ、さっきのもモーダス。グリーンぐらいのさ、なんかあれだよね、プレイヤーはさ、すごい結果に出るよね。もう自分の好みとかどうでもよくて、まあ、抜きにして、その顔気持ち悪いけど、でも結果がいいとか、やっぱかっこよさとか取っちゃうと、やっぱりね、ちょっと、あんまりいい結果は望めないよね、今みたいにね。次、キャロウェイのエピックスター、去年かな。はい、これタイプ、これ、これ、うん、これ、これ、あ、これです、そう、これなんだもん、わかりました、これね、うまく打てないとね、キャロウェイ全滅ですよ。これね、私が昨日52、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 
155。ここに来て。あ、あれだ、シャフト MCI じゃん。それめっちゃいい。私超好きなの、このシャフト。これなんか富士倉から出てる MCI ってシャフトなんだけど、これ超捕まるの、このシャフトが。すごい気持ちいいよ。やべえ。で、うん。まあいいよ、打ってみね。一発いいやつ出てもしょうがない。一番やで、155だよ。まあ、左行ってっけどね。ドロー。ドローすよ。うん、ドローすよじゃなくて、まあ、ドローだけど、まあ、左行けば飛ぶんだよ。距離は出る。まっすぐ、まっすぐですよ。まっすぐより右からのドローすよ。それよりかはね、多少左行くから、絶対。絶対それ浅く出るんだって。って思ってる、自分のね。今のひどい。あ、ほら、シャンクって出ないんですよ。スライスって出てくれるんですよ。スライス。おお、これ振りやすい。それいいね、119。まあいいや、まあ、その平均をこれからやっていくので。本当に MCI はマジで捕まる。本当におすすめ。スライサーとかは結構進めたいかな。でも私 NS プロの 950GH の R シャフトが、まあね、自分の中では気に入ってるし、あとはその MCI にしたところでその曲がり幅っていうのなんか振り心地はすごくいいんだけど、その結果がやっぱり伴わないとやっぱり嫌だから、私はね、結果が全てだからね、自分の気持ちよさよりかは。まあそれはさ、人によって違うからね。さっきの155は何だったんだよ。気のせい。5代目とか10代目とか、面白い、かっこいいよね、日本風で。3代目 J ソウルブラザーズみたいな感じね。ちょっと違う。